はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日もね、駄菓子シリーズ終わっておりまして、今回ね、ちょっと買ってきたのが、多分皆さんも知ってると思うんですけど、ヤングドーナツを買ってきたんですよ。ヤングドーナツってもともと1個小さいし、美味しいからね、ちょっと無限に食べれるんじゃないかと思いまして、こちら、あ、うまい、箱買いしちゃった感じでございます。一応この1個の箱で 20×8 入りだから160個、ヤングドーナツ160個分が入ってる感じとなっております。なんだけど、ちょっとね、ネットで買った時に何を間違ったのか、これね、2個買っちゃったんですよで、一応ヤングドーナツって1個約 40g ぐらいらしいんだけど、今ここにね、320個あるの。つまり 12.6kg ぐらいあるんださすがにちょっと食べきれないので、今回はもちろんヤングドーナツ食べていくんですけど、普通だけではなくて調理をして工夫しながら食べていこうと思います。なので最初は無限に食えるんじゃないか説みたいな動画を撮ろうと思ったんですけど、今回はいろんなアレンジで美味しくいっぱい食べましょうの動画となります。ということで、まずはキッチンに移動したいと思います。はい、ということで今キッチンに着きました。ね、これめっちゃ重い。1個でも 6.3kg ぐらいあるからね。とりあえず開けていきましょうか。中身がね、こんな感じ。一応ね、これが多分1箱20個入ってるみたいで、この箱が8箱入ってます。なんで合計で160個入っている形になってますね。やばいなこれとでね、今回食べ方としては、まずまあもちろん手本のそのまんま焼いたら、なんかクッキーみたいにサクサクになるっていう生地があったんで、焼きが一つ、もう一つね、フレンチトーストにしようかと思いまして、合計でね、この3種類ヤングドーナツを楽しんでいきたいと思います。ちょっと一回下ろそう。痛かった。したらまずはね、卵液を作っていきたいと思いますんで、牛乳ちゃんと卵ね、こちらを混ぜていきたいと思います。でね、僕全然フレンチトーストとかおしゃれなもんは作ったことがないので量わかんないんですよ。なんで調べないでちょっと適当にね、分量はしてありますなんでここに適当に牛乳を注いでいきたいと思います。あ、ちょっと甘さを足していきたいんで、ここに蜂蜜を、ゼリー、混ぜる。よし。じゃあ今ね、卵液こんな感じなんだけど、合ってんのかな、よくわかんないけど、ここにね、ちょっとヤングドーナツをつけていきたいと思います。ほい、うわ、ヤングドーナツこんな感じでございます。懐かしいよね、多分みんな知ってると思うんだけど。そしたらここにね、ヤングドーナツを浸していきたいと思います。よっ、はっ、ほい、ほい、これで20個。今ちょっとね、卵液が少なかったっていうか、ヤングドーナツがあまりにも多すぎてちょっと浸りきらないんで、これはね、回しながら徐々につけていきたいと思います。で、一応ね、つけすぎると焼いた時とかに崩れちゃうらしいんで、約30分ぐらいつけていきたいと思います。そしたら続いては焼きですね。焼き、これをね、普通に焼いていくだけみたいなんで、これもパパッと準備しちゃいたいと思います。ということでね、今ヤングドーナツ並べ終わりましたんで、一応ね、これを1000ワットで3分から4分ぐらい焼くらしいので、ちょっと焼いていきたいと思います。こんな感じ。はい、お、焼けた。おお、すげえ。今こんな感じで焼けました。ちょっとね、やっぱこれが普通で、こっちが開けたやつ、あっつあっつあっつ。とりあえずね、これ一回しっかりと冷まさないとカリカリにならないらしいんですよ。なんでこっちは冷ましながらもう一段焼いていきたいと思います。そしたら今冷ましてる間にフレンチトーストの方焼いていきたいと思います。フライパンの方にね、バターを落としていきたいと思います。染みたやつ、よいしょ。
そしたらちょっとこっちもねだいぶ冷めてきたんでちょっと移し替えていきます。おサクサク。第2陣もちょっとね部分的に焦げちゃってるんですけどいい感じに焼けたんでこれも冷ましていきます。ってことで今こんな感じでね出来上がりましたんで、あとは普通のノーマルのヤングドーナツと一緒に食べていきたいと思います。ということで今こんな感じで出来上がりました。今回ね、まあ、デフォとあと2種ねこれ別に作ったんですけど、これだけじゃなくて一応生クリームとメープルシロップと蜂蜜こちらもね用意したんで、これで味変しながら楽しんでいただきたいと思います。じゃあそれでは早速いただきます。とりあえずまずねこの普通のヤングドーナツ、デフォのヤングドーナツからいただきます。うん、懐かしい。まあ、うまっ。うん、もう一個。うん、あ、めっちゃ美味しい。うん、こんなしっとりしたっけ。うん、うまっ。やっぱりヤングドーナツめちゃめちゃ美味しいわ。僕の子供の頃の記憶よりかはなんかもっとさらにしっとりしてる気がするんだよね。思い出補正かな。いやめっちゃうまいぞ。ちょっとこれは牛乳と食べたい。牛乳と。うん、合う。うまっ。ちょっとアレンジしたやつもそろそろ食べようかな。オーブンで焼いたタイプのやつ。うまっ。うん、わあこれもめちゃめちゃ美味しい。中でクッキーってよりかは洋風のかりんとうって感じ。うん、また牛乳に合うわ。なんかそれにオーブンで焼いてるからね少し油が落ちるのか軽い、なんかヘルシーな感じがする。続いてこのフレンチトースト。あ、うまっ。しっとりしてんな。うん、フレンチトーストすげえおいしい。なんかね、うん、わかんない。しっかりフレンチトースト。浸し時間も短いから朝とかにもこれいいんじゃね。すげえ。ちょっとこれかけようかな、生クリーム。お、生クリーム。うん、あ、合う。フレンチトーストやばい、めっちゃうまい。うん、うん、この普通のヤングドーナツにもクリームかけてみよう。これクリームかけて挟む。あ、うまそう。めっちゃあり。うん、これ4つ分のフレトーと生クリーム重ね。うまっ。そしたらこれちょっとお皿に移して、このフレンチトーストにメープルシロップ。うわ、ふーわ、うまそう。これ仕上げに生クリームを。いやー、たっぷり。絶対うまいやつだよこれ。うん、うまっ。
完全にフレンチトースト。うん、いやこれほんとみんなにやってもらいたい。パンよりね、多分浸す時間がちょっと短めだから作るのも結構楽だし、あのね、ほんともうジュクジュクに柔らかいの、もうめちゃめちゃうまい。ちょっと普通のヤングドーナツにもやってみよう。もうまっ。フレンチトーストに比べてやっぱりあの砂糖が落ちてないからこっちの方がちょっと甘いんだよね。だからその分あのメープルが少し重たいかもしれないけど量を調節すればうまい。うん、焼きの方はメープルだけつけて、うん、メープルすごい合う。うまっ。なんかメープルの水分でホロホロってなって口どけがちょっと変わるんだよね、普通に食うよりも。あ、こっちの方が好き。一応ここだけで今日 1.6 キロぐらいか。でまあこれ合わせても 2.4、 まあ量的にはちょうどいいか。おやつ 2.4 キロ食うってまずないよね。あー、これめっちゃうまいよこれ。そしたら今日ね、別にチョコを買ってきたから、これ合わせて食べたいなと思って、ちょっと食べよう。うんうん。ちょっと焼きの方も。これあれだ。焼きチョコっていうかあの、ベイクみたいな、あんな感じの味がする。ちょっとこれ、蜂蜜も試してみよう。生クリームと。あ、優しい。これもうま。うん。なんかまたちょっと駄菓子より戻るような感じ。うん。あ、でもこれもうま。いいよ。うまっ。かりんとうじゃん。こっちもね、大あり。あ、全部おいしい。見えるかな。めっちゃうまそうでしょ。僕の動画あの見てくださってる方だと分かってると思うんですけど、結構ね、甘いもんって苦手でして、量を食べるのが正直2箱使うと、まあ、1キロ超えちゃうんで絶対きついなと思ったんですけど、なんかね今んとこね全然きつくない、余裕で食べちゃう。よいしょ。ラストでございます。はっ。ごちそうさまでした。今食べ終わりまして、いやね、全部美味しかった。ヤングドーナツ久々に食べたんですけど、なんか昔の記憶に比べてもより美味しくなってる気がした。でこのアレンジの方もね、今までのヤングドーナツとちょっと違ったね魅力が再発見できてね、これもまためちゃめちゃ美味しかったです。焼くだけとか、まあ、フレンチトーストも全然難しい工程がないので、だからね、ぜひあのご家庭でも簡単にできるんで試してみてはいかがでしょうか。はい、それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。